こんにちは、ロリポップリップスのさなえです。今日はベン・イー・キングについてお話ししたいと思います。彼はですね、1930年代にノースカロライナ州で生まれました。で、9歳の時にニューヨークに引っ越しをして、中学校の時にですね、ブーアップのグループを結成してたんですね。で、放課後に、みんなでブーアップを歌ったりしてたんですね。で、地元では結構有名なグループだったんですけれども、ある時にですね、アポロシアターでこういろんなグループとこう共演する、イベントがありまして、そこで第2位となったんですね。はい、それがきっかけで、いろんなアーティストたちの、前座を務めることになります。はい、で、そうこうしているうちにですね、あの有名なドリフターズの前座を務めることになるんですね。ある日ですね、ドリフターズのリードシンガーが、辞めることになります。で、それがきっかけでベン・イー・キングが、そのドリフターズのリードシンガーを務めることになります。はい、で、その当時ですね、すごく人気が出て、もう超大人気の真っ只中ですね、彼はソロの道を選ぶんですね。はい、で、1961年にあの有名な Stand By Me という曲が大ヒットしました。はい、Stand By Me はですね、アメリカで20世紀に最もオンエアされた100曲のうちの4位となっています。はい、700万回以上オンエアされたんですね。はい、またまたですね、これが YouTuber だったらトップ YouTuber の一人になりますよね。はい、皆さん、Stand By Me の歌詞の内容とご存知ですかね。比較的簡単な英語で、多分中学校ぐらいの、英語の力があればちょっと訳せるんじゃないかなと思うんですけれども、その歌詞の中にですね、ちょっと、皆さん中学校英語覚えてますかね。As long as って覚えてますか。はい、As long as は、何々する限りとかですね、何々さえすればっていう、こう意味になります。なので、Just as long as you stand Stand by me っていう歌詞があるんですが、これを訳すとですね、ただ君のそばにいてくれれば、僕のそばにっていう、こう内容なんですけれども、皆さんもですね、訳せると思うので、ちょっと歌詞を、調べてですね、訳してみてください。はい、そのレコードがですね、うちにも1枚ありました。それがこちらです。はい、うちでもよくかかりますが、この曲をもし聴きたかったら、レコードでかけることもできますので、ぜひご来店ください。お待ちしております。今日はベン・イー・キングについて少しお話しさせていただきました。もしよかったら下の方からチャンネル登録よろしくお願いします。あと Twitter、Instagram、Facebook もやっておりますので、下の方からフォローよろしくお願いします。あとグッドボタンもぜひよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。